試合開始に先立ちまして、中国新協会会長のシーザー武史より皆様にご挨拶がございます。本日は皆さんお忙しい中をありがとうございました。最初にですね、災害に、この度災害に遭われた方々に対して、皆さんでなんか黙祷、試合をやる前に黙祷を捧げたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。いいですか。すいませんけど、ご起立していただけますか。この度の台風被害に似て、お亡くなりになられた方々に黙祷を捧げたいと思います。会場の皆様、ご起立をお願いいたします。黙祷。お直りください。ご着席ください。どうもありがとうございました。それではここで東京都台東区浅草出身、アズマックスの愛称で親しまれている情報番組の司会をはじめ、バラエティ、ラジオ、舞台、そして花屋敷イルミネーション、ルミ屋敷初代アンバサダーとして ご活躍されている東隆弘様にご登場いただきます。いただきます。今ですね、会長もね言ってましたけども、台風被害支援のですねチャリティーライブをこの後ですね、花屋敷さんとね協力してこのすぐ横でちょっとやるということで、ちょっとお邪魔させていただきまして、で会長もですね、その募金を募っていただけるということで、まあ、僕らのね集めたお金と一緒に合わせてその災害支援をしていこうじゃないかということになりまして、今日ねここにお邪魔してさせていただくことになりました。でね、今日この後ね出る芸人なんですけど、ちなみに、この3人は税金は払ってません。払ってる。3年に一度払ってます。3年に毎回払うんだよね。自己紹介だけ。どうも、片岡鶴太郎ですね。次行ってください。私普段はセクシーダンスというネタをやっております。まだまだ若手の芸歴30年目48歳小樽です。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですか。みんなのハートにレボリューション。どうも、宇宙海賊のゴージャスです。よろしくお願いします。チャリティーが集まれば嬉しいな嬉しいな。ウクライナ総理、ここウクライナ。どうもありがとうございます。まあ、こんな感じのね、みんなちょっとネタやったりとか、ね、この後司会はね僕と土田君でやって、ね、ブーマー抜群だとかね、いろいろなメンバーも出ますんで、ね、小島よしおだとかね、いろいろ小力なんかも来てくれてますんで、でまあ、終わった時間がね、まあ、どっちが先に終わるかはね、ちょっと時間わからないんですけども、外にいますんで、ぜひね、ちょっと募金して帰っていただけたらありがたいなと思います。で、会長も今日どうもありがとうございました、本当に。会場の中でも後でやりますんで、よろしく皆さんお願いします。すいません、貴重なお時間ありがとうございました。失礼いたしました。ありがとうございました。東隆弘様、皆様ありがとうございました。どうもありがとうございました。これから試合が始まります。よろしくお願いします。それではシーザー武史よりご挨拶がございます。
先ほど失礼しました。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。花屋敷さんが新しくなって毎月ぐらいにやらせていただいて、本当にあの社長ありがとうございます。もう本当にあのこの会場、シュートボクシングやるときだけはシーザースパレス呼んでもいいという許可をいただきましたけど、まあ本当にいいんでしょうか。でも本当にあの若い子が一生懸命命をかけて頑張っている姿を私見ておりまして、あの今の若い子は何かに熱中しないし、なんかこう心打つのがないなっていう人が結構いる中で、こういう格闘技やって命がけて頑張ってる、この悪い方向に行かないでまっすぐの道で、夜も練習して昼間は学校行って勉強したりで、夜は変な遊びもしないで毎年頑張ってる、その姿を見てると本当に僕はこの道でこの人生をかけて彼らに何かいい輝ける道を作ってやりたいなと思ってます。ぜひファンの皆さん、あの応援してください。お願いします。で今日はあの、その先ほど言いましたように、それではここで浅草花屋敷代表取締役社長高田明彦様にご登場いただきます。あれっていうのはチャリティーオークションのことだと思いますけども、あのシュートボクシング協会があのちゃんとあの今度の台風 の被害に遭われた方にチャリティーを、今日あのアズマックスさんと一緒にしていただけるということすごく、嬉しいなというふうに思っています。あのぜひ、先ほどちょっと見たんですけど、私も欲しいものがいっぱいなんか用意されてるみたいなんで、あの私が手を挙げて買うわけにいかないんで、なんかどなたかあの本当に素敵なものがいっぱいあるんで、買っていただけたらありがたいなというふうに思います。あのそういう形で、浅草から世界チャンピオンを作っていこうということで会長とはずっとやってますけども、だんだんこの、大会も定着してきて、本当にあの若手の強い選手がいっぱい出てきて、今日も第1試合第2試合すごく良かったなというふうに、思っています。これからも皆さんあのシュートボクサー一人一人のファンになっていただいて、ますますこの大会を応援していただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。